はい、あのー、すみません、皆さん、あのー、私、あの、軽自動車乗り、あの、軽自動車乗りなんだけれども、あの、フェラーリの記事読んでいい俺、俺人生でさ、もう、もう40も半ばなんだけれども、俺人生でさ、車に300万円くらいしかお金使ったことないんだけれども、あのー、軽自動車だったりとかですね、あのー、中古車をですね、長く乗り継いできたんだけれども、あの、ちょっとあの、あのー、身分違いだってことはよくわかってるんだけど、フェラーリの記事読んでいいですかダメですかちょっと読ませてよフェラーリがすごいことになってるんだけど、株価が10倍、株価が10倍、フェラーリ がどなんとですね、株価がテンバーガー。テンバーガーっていうのはですね、あの、短期間で株価をですね、10倍にしたっていうですね、そういう企業のことをですね、あのテンバーガーっていうんだけど、なんとあのフェラーリがテンバーガー、とんでもないことになってます。これ見てみ、これ株価なんだけど、これね、これ下の日本がですね、フォルクスワーゲンと、あの、トヨタなんですよ。で、トヨタだってですね、株価ね、堅調に伸ばしてるんですよ。ちゃんと堅調に伸ばしてるんだけど、フェラーリな、なんなんだこれ、これ、漫画ですかこれ、こ,れこんなもん、NBDI くらいでしか見たことないんだけども、なんとフェラーリがですね、たった10年で、10年も、10年くらいか、10年も経たたない間にですね、株 株価を10倍に伸ばしてますあの何があったんですかこれ何があったんですかだって俺ねまだこの記事ね読んでないのよ読んでないのあのね軽自動車乗りにとってですねあのフェラーリなんてねあのか買おうとすら思わない憧れですらないなんか遠くの世界の物語みたいな感じだったから完全に無視をしていたんだけれども俺ね株,株とか買ってるんや俺株がねあの一応ねあの、えー、新人社の俺株を買ってるんですよねまあ株買ってるっつってもですねあのインデックス株とかドピ5 0 0とかオルカンとかそんなん買ってるだけなんだけどでもね個別株だってちょいちょい見るわけですよね俺だってお金があったらこんなん買うのりなとか 言いやがら、あの、個別を買うは感じよしたらね、いろいろ調べていったらですね、フェラーリがど、どえらいことになっていて、なんだこれはと思って,てなんか記事出てるかなと調べたらですね、ちょうど今日で撮った。今日で撮ったからね、皆さんにお届けをさせてもらいます。あの、ね、まだ読んでない、まだ読んでないからですね、皆さん一緒に読んでいきましょう。どうも、闇のコーナーでございます。はい、ということでですね、これね、おいおい、闇子はなんだとか、お前、YouTube でちょっと儲かったから、お前マジでフェラーリ買おうと思ってるだろう、おい、とかね、勘違いする人いるよね。<laughs> そんな儲かったのは僕、ボケでも買えるわけでえだろ、こんなもん。 だってそこな、だって4000万とか5000万とかするんでしょフェラーリって。<laughs> 絶対無理まあ、子供がいっぱいいてですね、お前農家をやってるからですね、まあ、コンバインは買わなきゃいけないし、えー、田植え機も買わなきゃいけないし、もうね、本当に軽自動車でいっぱいいっぱいなわけですよね。えー、ちなみに私ね、あの、鈴木のハスラーに乗っておりましてですね、ス鈴木はですね、あのね、静岡でいろいろあったからですね、今はもうあまり大きな声で言えなくなっちゃったんだけれども、えー、これで私の愛車でございますね、ハスラーですね。あ、でもね、これね、これね、高いハスラー、えー、ハスラーの中にもいろいろグレードがございましてですね、これ高いハスラーでございまして、どこが高 ここにね、ハスラーって書いてあるでしょ。ここにね、ハスラーっていうロゴがね、乗ってるね、車はですね、竹ハスラーなんですよ。じゃあ、お前のハスラーはどうなんだと。多分 <laughs> 書いてません。書いてません。あのね、なんだっけ、あの、G グレード。あのね、一番下のですね、一番安いグレードですね。箱にエアコンがついてるだけみたいなね。ね、ええええ、ごめんなさい、ハスラー。ーすげえ、バカ、バカにしてみて。あのハスラー好きだね、俺。俺、軽自動車好きなんですよ。俺、軽自動車あったらですね、もうど、だいたいどこでも行きますから、ついこの間もですね、私ですね、あのね、約9時間くらいですね、あの、ハスラーを走らして、走らしてですね、この男のところ このに行きましたね。えー、北九州に住んでるですね。えー、コツボ新でございますよね。なんか頭おかしい人でしょう、ね。なんか頭おかしいんですよね。えー、これコツボ新さんのとこいてですね。あの一緒に、ね、こう動画をね、こうライブ放送を撮ってきたんだけども、この時ですね、あのね私ね、ハスラーに乗ってですね。あのね、何百キロ走ったのかな。まずもうが 9, 9時間走るって普通じゃないでしょうね。いろいろあったんですよ。その旅の中にもいろいろあったんでございますよね。煽られたりとかですね。<laughs> あとね、スピード違反をしちゃいましてですね。えー、私ね、あのえー、どこだっけあれね、岡山かな。えー、岡山でですね、私ね、警察に捕つかまりましたね。岡山です。 ね、スピード、や、高速と高速の隙間をですね、あ、間のね、ちょっとね、乗り継ぐためにですね、一般のガーッと走ってたんだけど、高速にそれまで乗っちゃってたもんだから、だからスピードがそのまま出ちゃってて、で、警察にパッと捕まってですね、どっから来たの超遠いとこから来ました。なんでこんな浅いこんなとこ走ってんのいや、なんかハゲに呼ばれてとかですね、いろいろあってですね、何の話だっけコスモ知らんとこ行ったわけでございますよね。俺ね、ここにね、したらね、コスモさんですね、マジですか、クマさんと。 本当に軽自動車で来たんですかと。事故ったら死にますよと。アホですかと。ね、本当にアホって言ったんだよ、こいつ。こ,この野郎この郎この人ね、車が大好きでね。あのね、なんかね、なんかね、レクサスが持ってんだぜ。やばくね。まあ古いレクサスだから安いんだけどね。でもね、やっぱりね、やっぱレクサスってさ、やっぱ古くてもさ、高級車な。一回乗っけてもらったんですよ。でね、あの、北九州のどこ、なんていう街だっけ俺、地名わかんねえの俺。え、小倉ん小倉 北九州。なんかラーメン食いに連れてってもらったんですよね。その時ね、レクサス乗ったんだけど、あのね、<laughs> 乗り心地よかったぞー。おーすごかったぞー。いや、そんな、な、な、なんの話だっけえっ、ー、とね、あれあ、フェラーリだ、フェラーリの話だね。えー、こんな感じですよ、私ですね。 まあ、あの、刑車のなんかフェラーリには憧れてるんですよ。いやいや、いや、憧れてるっていうか、憧れてもないんだけど、ね、だって絶対に買えないからさ。買えないんだけれども。いや、でもね、でもね、YouTube とかやってるじゃん。そしたらね、いろんな綺麗な人に出会ったりするわけじゃないですか。そしたらね、これ、ほら、メイさん。ほら、メイさん。メイさん,イさんとね、会ったこともないよね。チで電話したこともないよえ。たまにね、あの、X でね、ちょこちょこってやりとりがあるだけでございますよ。でもね、可愛いだろう。綺麗だろう。メイさんとですね、もしね、あの、昔仲良くなったとしてですね、しかし、迎えに行くとしたらですね、K、では無理だこのクラス その女をで迎えに行くかやっぱりこれかなとかってそんな妄想したりするわけですよ、ね。本当に頭の上に妄想してるでしょ何言ってるか分かって分かんないよな。分かんないよな。俺もね、これ、まだこの記事読んでないからね、どんなオープニングにしてるかよく分かんなくてですね、思いのだけを思い、ただただ言ってしまいました。え、ちょ、ちここ、俺のいらん話は、本当にいらん話いっぱいしたな、今な。ごめんなさいね、なんかね。あのね。 ちょっとね、フェラーリのね、業績がね、めっちゃ伸びてる臭いんですよ。読んでないからわかんないけど、株価がこんなテンバーガーになるってことは、だって、エヌビディアとか、えー、一時のアップルとか、アマゾンとか、あのレベルの伸び方をしてるんですよ。で、これフェラーリに何があったのと。で、ワンチャンね、俺、期,期待をって、ワンチャンね、こんなに伸びるってことはすごい売れてるってことでしょ。でもフェラーリってさ、2000万も3000万もするわけでしょ、車ね。そんなもんがですね、あの、そのポン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 売れるとは思えないからさ、もしかしてワンチャン、お買い得なフェラーリ、安いフェラーリ。だから、200万円くらいのさ、 フェラーリとかさなんかそういうのが誕生したってこと 違うのそういう期待を込めてですね、ちょっとね俺、俺、皆さんと一緒にですね、この記事を読んでいきたいなと思います。はい、ということで,ですが、ね、株価がですね、10倍に伸びているフェラーリ。もうね、日経新聞も取り上げてしまうくらいですね、業績がいいらしいんだけど、その業績の秘密をですね、ちょっと一緒に読みといていこう。読みといていこうね。俺の期待としてはですね、お買い得なフェラーリね。フェラーリの K でもいいよ、K でもいいよ。だから、お買い得なフェラーリが誕生したのではないかというですね、期待を込めて読んでいきましょう。いきますよフェラーリ。株価も10倍の羽馬。あのうまいこと言うな、これ。<laughs> ちなみに俺、フェラーリの知識ね、えーっとね、スパ スパイダースパイダーと F40? うん。以上じゃあ、相当レベルだからねそのレベルの人間がフェラリを語っていいのかわかんないけど、まあ、とりあえず読んでいこうね。きますよ。えー、電動車比率。電動車比率がトヨタを超えた。えー、どういうことかどういうことかね。じゃいくよいくよ。 イタリアの羽馬、フェラーリの株価が失踪しておると。なんか、なんかうまいこと書いてるな、本当なえ。え、時価総額はですね、約17兆円と、2016年,年のミラノの上場時の、なんと10倍超になりまして、自動車業界では、アメリカのテスラ、トヨタ自動車に次ぐ、えー、ようなううう、すごいポジションをですね、今ね、フェラーリは得たらしいんですよね。で、つみはですね、かんだかい音を轟かせるスーパーエンジンだが、えー、注目材料は他にもあると。ね、なんだろうね、ハイブリット、ハイブリットだしてな。ハイブリット車など、えー、電動車のですね、 比率がハイブリッドの Hv のですねシェア世界首位のトヨタをなんと上回っているとだからフェラーリのハイブリッド車が今めっちゃ売れているということ安いのかなもしかしてえっとスーパーセブンアメリカのですねシティグループは今年値上がりが期待ができるですね欧州株七銘柄をこう名付けました、えー、オランダのですね ASM エリアですねこれ半導体の会社だねでアメリカえー、っとフランスのですね L LVMH、えー、モヘモエヘネシールイビトンなどというこれねブランドの会社ですよねあのビトンですよねここはね にフェラーリもなんと選ばれましたのすごいよね。なんでフェラーリがその伸びるのえ選定基準のですね、軸はですね、利益率、成長率、参入障壁の高さというと、えっ、ー、と、フランスのですね、ロレアルや、フランスのエルメスインターナショナル、ドイツのシーメンスなどは、なんと仙台だと、だからすごいよ、これ。エルメスであるとか、ロレアルであるとか、シーメンス、主で、シーメンスなんて、普通入るんじゃないのこれ。えー、とかを押しのけて、フェラーリが有望株として入ってきたんですよ。なんでなのかと。ね。創業から77年のフェラーリは、スポーツ界やレース、 での知名度がとても高いとえかつてはですね <coughs> 欧州の、えー、ステランティスのですね、えー、前身企業の産家でステランティスってね確かねえっ、ー、と複数の自動車会社がより集まって作っできた会社だったっけ確かそんな感じだったよね 全、えー、身企業の参加で、えー、上場時に再びど、えー、独立をしました。えー、初値で1兆円台だった、えー、時価総額はですね、なんと10倍を超えまして、テンバーガー株になりました。これは本当にすごいことですよ。えー、時価総額はテスラの110、えー、101兆円とトヨタの51兆円に次ぐ、なんと自動車業界第3位でございまして、えー、ステランティス10兆円超よりもですね、でかいという話なの。いや、テスラとトヨタに次いで業界3位っていうのは、ちょっと想像外だったじゃないびっくりじゃない 俺、ここにびっくりしたんですよ。え、フェラーリがと思って。あんな一般大衆者、一般人が誰も乗ってないような車が、なんでこんなに業績伸ばすのと思ってねで。で、行きますね。<coughs> えー、高評価の背景には、超富裕層の、えー、ステータスカーとしての絶対的な地位とまあ、そりゃそうだよね。で、高い生産性にあると。生産性高いんだね。23年のですね、12月期のですね、売上高は59億ユーロ。えー、中期の平均リ、えー、期中の平均レートで約9000億円でした。純利益は12億ユーロ。えー、同1900、うん、億円でしたと、過去最高を更新しました。うん、売上高のですね、純利益率はですね、えー、2割を超えておりまして、えー、1台あたりの純利益率はおよそ1400億 前出たっけ？純利益1台の純利益が1400万ってことは売り上なんぼよ。6000万くらい5000万くらい。えっ、ー、と買えないよ。あれ1400万,万円で一般的な量産メーカーの30倍から50倍であるとそりゃそうだよね。そりそうだ。一般的な量産メーカーっていうのはだからえっ、ー、と1。ライルの純利益はいくらになるの？ えー、50万円とかってことか。50万円とか40万円くらいが一般的な企業のですね、純利益なんだけれども、フェラーリは1台で1千0 0万円の純利益なんだって。それは儲かるわな。はい、えー、フェラーリの純利益は2割超えでございますとね。えー、そしてですね、えー、23年のですね、新車販売は13,663台と、上場時からなんと8割も増えましたと。1万台以上売れてるってすごいね。価格はですね、えー、6月に発表した新型のスポーツカー、ド、え、ゥ、ー、ーティー、ドゥーティー、ドゥ、ド と、ドゥーデイチチリンドリ、な、な、で、えー、5674万円。人気者のですね、あ、スパイダーできるある SF90 スパイダーで6000万円規模と高額だが、受注算はですね、豊富で、えー、納期が1、2年かか,のかかることも珍しくない。だから、どん,どん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 発注が来てるということですよ。だから、どんどん売り上げが立っていってるのね。はい、資産価値も高く、SF90 スパイダーの認定中古車は、定価を上回る価格がつくと、要するにトヨタのランクルみたいな車だらけっていうことかね。そしてですね、えー、経営指標はグー を抜くとえ自己資本比率、ROE はです、ね、前期で44%とえ欧米主要企業の平均20%前後をです、ね、大きく上回りますと ROE で,です、ね、44%はすごいと思います。 すっごい健全経営ということですからね。えー、顧客からですね、手付金を受け取るですね、うん。消臭感があり、資金効率もいいと。えー、原材料の仕入れから、えー、販売代金開始までの期間を示す。キャッシュ・コンバージョン・サイクルは、ですね、二十七日と、高効率で知られる。トヨタよりもですね、えー、短いとすごいね、えー。市場予測平均では、二十四年の十二月期の純利益は、ですね。一割を超える見通しである。と、日清アセットマネジメントの、えー、三國常席運用部長は、えー、受注水準に応じて販売。 台数を増やして価格も引き上げられる圧倒的なブランド力を築いていると評価をするというかビラブランド力のえ この間かな安い車1一台も出てないあれ三国市はですね、自ら運用するファンドでも、えー、同社株をですね、組み入れているという形で、えー、シティが名付けた、これ、欧州のスーパーセブンがこちらですよね。えー、のぼ、あ、るディス、あ、これ、のるディスファーマーかな。これ、あの、えっ、ー、と、製薬会社ですよね。で、ASLML ですよね。これは、あの、ハンドタで超有名だよね。で、LVMH だね。これは、あの、ルイ・ビトンだね。ィトン、ィトンの会社ですよね。これはね。で、サップってなんだろうこれ。聞いたことあるんだけどな。 忘れてたのこれソフトウェアの会社か。で、シュナイダー産業用電気機器。そして次にフェラーリが入ってきますと。で、あの、リシモン。あ、リシモンはあの、核だっけ 核だっけ違ったっけなんか高級核だじゃなかったっけなんだかいだよね。なだ,だたるところにフェラーリがドカンと入ってきてるんですよね。そんなフェラーリにも課題があると。電動化への対応であるとね、EV の話だね。か高い音を響かせて、すたまじい加速を生むエンジンが最大の魅力だが、欧州連合 EU は35年にエンジン車のですね、新車販売を原則禁止をする方針を示してましたよね。で、再生可能エネルギーのですね、えー、合成燃料を使う場合は対象外とするものの、合成燃料の供給網がどこまで構築できるかっていうのが不透明であると。えー公明を ありますよとフェラーリは近年ですね <coughs> <coughs> えー、充電でもですね、給油でも走る、プラグインハイブリッド PH、PHV だ、PHV か、PHV だね。いや、えー、ハイブリッドといった、電動車の販売にもですね、最近フェラーリは力を入れてるんだって。で、発売済みのですね、PHV、えー、9、えー、296GTB っていうの、ではですね、電気自動車 EV モードもありまして、販売が堅調だというでこれかな安いのって。えー、と、e、EV モードで走る際はですね、レース上で響くような、上質な排気音はですね、なくなり、車内の日付けさが、静けさが高まると。<laughs> あれ、296ってどこ、値段書いてなかったっけ 違うかなま、まあ、まあ、い,いや、えっと、えっと、えっと、24年のですね、1月から3月は、こうした電動車が全体の販売台数の46%を占めまして、2年、二、えー、年前、2年前比で、えー、2年前と比べて、えー、30ポイント近く伸びましたと。えー、台数規模がですね、全く違うとはいえ、同期間では、えー、ハイブリッドのシェアのですね、世界トップのトヨタの42%をもすら上回っていると。だから、フェラーリのハイブリッドがめちゃめちゃ売れてるということですよね。で、フェラーリは、これ電動車のですね、えー、比率が今急上昇をきていて、この辺が稼いでるっていうことなんだね。はい。 <laughs> えっと、イタリアのですね、本社工場では、e ビルディングというですね、生産拠点を新設しました。投資額はですね、約2億ユーロと340億円とされておりますので。力入れてますね、えー。同拠点ではですね、エンジン車や PHV、EV を柔軟に生産できる仕組みをですね、えー、導入すると。だから、えー、フェラーリは今後ガソリン車だけではなくて、PHV とか電気自動車もですね、ちゃんと取り入れていくという方向に舵を切ったんだね。 これが構想してんのね。25年には同社初のですね、完全な EV を生産発売する予定で、26年にはですね、EV も含めた電動車比率60%に高めると、これすごい、すごい比率よ、これ。フェラーリのですね、ブランドはですね、ブランド価値は伝統と革新であると、電動化を見据えてスイスの半導体大手から転身し、21年に就任をしたベネ、ベネデット・ビーニャー CEO をですね、述べると、足元のですね、予想 PER。 株価の収益率は約50倍と高いが、え、電動車へのですね、備えと強力な顧客層を前提にすれば、ハネウマブランドの潜在力は EV 自体でも決して低くはない。つまり EV 自体でもきっちり伸びていくでしょうという話が終わっちゃってるんだけど、ちょっと待って、え、これなんだこれ安い車が出たわけじゃないのこれ。えっと、EV とかプラグインハイブリッドの家事を切ったら、それがすごくうまいこと言った。で、元々あったフェラーリのブランドはですね、今も当然死んでおらず、えー、5000万、さっき6000万円とか書いてなかったこれ。そうだよね。 5000万円とか6000万円の車がですね、あのー、納期が1年かかっても構わないから欲しいという方が増えていて、ガン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 売れているという話でしたね。えー、結局私、フェラーリ買えそうにありませんでした残念でしたこれ何これこれ何なのこれ俺、俺マジで、 お手頃な手の届くフェラーレが誕生したのかと思って読んでみたんですけれども、ええ、フェラーレは結局、ええ、あの、おめさん、買えないよ、迎えに行けないよ、って言って、これどうしよう、思わぬ内容だったかな、分かる、終わり方がわかりませんよ、小嶋さん。は、はい、ということでですね、これね、私、しばらくまだハスラーのままのようでございます。はい、え、ただのこれあこれね、あのね、株、株、あのね、投資をしている人間の目線としてもですね、普通のこの、こういった自動車会社が、昔からあった自動車会社が、突然株価がですね、どえらい勢いで上がっていくっていうのは、 非常に興味深い。非常に興味深い。で、自動車会社ってそんなに簡単に株価って下がらないからあ、あの、日産みたいなことがない限りね、あの、そんな簡単に株価下がらないから、フェラーリの株価、ちょっと今後ね、どうなっていくのか、ちょっと楽しみだね。そんなに奇抜なね、これ、経営手法を取ってるわけでもないし、あの、今の流れに乗った普通のことしかやってないんですよ。それでこんだけ伸びるんだからさ、ちょっと、あのー、楽しみではあるよね。 はい。ということで。いや、どうしよう。ごめんね。あの、売れ筋のフェラーリがですね、あの、誕生したのかなと思ったらですね、あの、全然我々の手には届かないままでございました。はい。これからも私はですね、しばらくですね、あの、軽乗車に乗り続けようと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お前、終わり方がわかんねえ。わかんねえ。あ、もう完全に当てが当てが来ねの野郎。野、うん、あフェラーリ乗りたいけど無理です。えー、だからフェラーリの株をですね、そうだね、一株くらい買ってですね、俺、フェラーリのオーナーっていうことにします。ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。大丈夫、こんな動画で。 ごめんねごめんねごめんね,めんねも,うもう言葉がないわじゃあ、ね、まあ